こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はおでこのボトックス打ってきたよっていう報告っていうか、まあ報告になります。ちょうどですね、1週間くらい前におでこのボトックスを打ちました。これね、私初めてじゃなくて何回か打ってるんですね。もう 3,4 回は確実に打ってます。はい。で、前回から今回打つまでの間が約半年よりちょっと過ぎてたんですけども、まあね、ボトックスの効果って最初は 3,4 ヶ月で、何回も打っていったら半年ぐらい伸びるよって聞いてるんですけど、それでね、多分半年ぐらい自分では気にならなかったと思うんですが、まあね、そろそろ気になるなと思って打ってきました。で、効果の方は1週間だったら割とどんな人でも効いてくるみたいで、早い人だったら 3,4 日ぐらいでも効果が現れるそうです。私の場合はね、まあ1週間ぐらいやったかな。動画でね、見せるとね、こんな感じ。うん。で、でもね、ここのね、表情をしたらね、ちょっとはね、出るんですよね。まあね、あんまり全くシワがね、ないっていうのも不自然やろうし、まあ私はね、これぐらいで満足してます。うん。静止画ね、比較した方がわかりやすいかな。あとね、まあ、今回今までと違ったのは、先生が眉間、ここですね、ここ、これ眉間に打つのどうかなっていうね、まあ提案みたいな、私がね、ここが気になるって言ったんで、眉間かうんって言われたんですけど、アドバイスとして眉間に打つと、まあ眉間がね、動かないから、こっち動くわけじゃないですか。だからこうなって、ここが眉間のところが下がるということは、ちょっとね、こう怒って見える可能性があるっていうことをね、言われて、私ね、アートメイク入れてる関係で、もともとちょっとね、ちょっとだけ上がり気味にアートメイク入ってるので、それがね、結構嫌だったんですね。なんか優しげに見せたいような気分なので、だから眉間に打つことで眉間が下がって見える、まあ動かないっていう感じになるんやったら、ちょっと眉間はいいかなっていうことで、今回もいつも通りって言ったらいいのかな、まあその時に応じて先生が考えて打ってくださるんですけれども、おでこのこの辺に4回打ちました。今回のね、私のボトックスの施術はそんな感じ。あとね、まあ打ってもらった時に、うん、その後もね、この辺の目尻のシワはこうね、うんってなったらいっぱい出るんで、この辺もね、今も気になってはいて、友達とかがね、ボトックスここにね、打ったらね、すごいいいよって、効果わかるよって言ったんですけど、まだね、目尻には打ったことがないですね。で、ちょっとこれからもっと目尻の笑いじわとか表情じわが気になってきたら、それもね、チャレンジしてみたいかなって今思ってます。そしてもう一つ、このね、目の下の脂肪の膨らみっていうんですか、このクマ、これについてもね、一緒にちょっとカウンセリング受けました。うん、私の場合は自分ではこっちだけ、うん、ちょっとね、今ね、メイクしたから消えてるっぽいけど、ここね、影がすごい気になるんですよ。ここ、こっちはね、それほどじゃないのね。だから、まあ先生に聞いた時に、この下まぶたを切って脂肪を取ったり、あとはへこみになってるところにヒアルロン酸入れたり脂肪を入れたりすることで膨らむから影がなくなるよっていうね、メニューについて説明してもらったんですけれども、どっちにしろ私って今こっちは自分ではそんなにね、気になってないので、まだね、その手術かなんかでやるっていうのは早いかなと思って、まあやるならヒアルロン酸注射をちょちょちょって打つ、まあそれは永久的に治るものではないけど、まあ、それもね、ちょっと考えたんですけど、今のところは何もしないっていう風に決めました。うん、ただね、その脂肪がここ出てくるっていうのは仕組みを教えてもらって、よくね、おじいちゃんとか、うん、おじいちゃんとかがね、こうぷくって膨らんでくる、なりますよね、この涙袋のさらに下の膨らみ、これについては
目の周りって言ったかな、目の奥って言ったかな、脂肪がもともとあるらしいんですね。それが周りの筋肉がその脂肪を支えきれなくなって前に出てくるみたいな感じ、落ちてくる。だから痩せる太るの脂肪とは違って、筋肉のキープ力によってね、まあ皆さん出てくるみたいです。それがまあ老化っていうことなんでしょうけど、でどうすればいいかっていうと、そのね、筋肉を、まあ、例えばマッサージとか、あとはまあ眼輪筋エクササイズっていうのかな、それを訓練することで脂肪をまあキャッチしとく力がキープできるんやったら、その進行っていうのは止まることがあるかもしれませんねっていうふうに言われてました。ただ先生はね、そのエクササイズ知らんけどって言っててだから私もね、今なんていうの、うん、こうね、こう上下左右みたいな、目をよく動かすっていう運動をねちょっとやってみたりはしてるんですけどね、それ効果があるかどうかはっきり言ってちょっと分かりません、うん、あとマッサージっていうのは私ねちょっと怖いっていうか、まあやれば効果があるものももちろんあると思うんですけども、マッサージってなんかね変な風にやったら逆効果って聞いたことないですか、特にお顔。だから私は何もしないのがいいかなと思って、とりあえず表情をね自分でこの辺意識して上下右左みたいな動かすのをね、ちょっと暇な時に、暇な時っていうか気がついた時にねやってみたりしてます。はい、今日はね、あのボトックス半年ぶりに打ってきたよっていう動画でした。あとね、3熱トリートメントね行ってきました。これ余談やけど、はい、サラサラで気持ちいいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、岡山の地域情報、今やっている大人の歯列矯正について情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。次の撮影予定はね、メガネの案件動画ですね。あと BB クリームもまだ撮ってないです、実は。はい。バイバーイ。